まあ、今日が祝日だったっていうのもあるということで、こちらをご覧ください。アイデン差し押さえでございます。どういうこと、どういうことなのと思って、昨日のさ夜中にちょっとだけ作業しようと思って入ってさ、トコトコトコってきて、倉庫で、今日これいるこれいるこれいるこれだったんですよ。目が見た時俺3度見くらいしちゃう、はぁっつって何が起きたのと思ってさ、どうやらジャジャンボ宝くじを俺が商品を渡してなかったっていうのが原因だったらしくて、どうやら背景にドズルさんが差し押さえていいっつってたっていうのがありましたっていう。何が悲しいかっていう、ドズさんからの連絡はそこで途絶えておりますということで、なんだろうな、役所からの大事な手紙が親のところで一回止まったっていうのをなんか一瞬昔思い出した。おいっつって、出会ったら文句言おう、どういうことですよーつって、なんか差し押さえられたんですよーって、闇金をしじまくんでなんかこんなの見たの、家が差し押されるしなんかのんきなこと言うとるなよし、いっか、じゃあシバになります。見つかった、見つかった。あ、どうも、どうも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 、お疲れ様です。あ、お世話になっております。なんでそんな猫なで声なんですか、ちょっと。あ、いえ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 、あ、今日は何をされてらっしゃるんですか。差し押さえられた物品を取り戻すべく、なんか代わりのお宝を集めてました。差し押さえられたんですか。はい、免許店の壺のかけらと、なんか他にもいっぱいなんか差し押さえたらそうですはい、大変ですわそれは。はい、わかりました。じゃあちょっとそんなメンさんに、今回は古代都市を探してらっしゃる。そうですね、古代都市を今、はい、探してます。なるほど、なるほど、なるほど。今私がですね持っているこの古代都市の座標なんですけど、はい、なんと2つ連結してます。おーおーおお。でなんと連絡通路も通っております。ここ、おお、もうアクセスもいい。さらに、お、さらにアクセスもいい。あの休憩ができるスイートルーム付きでございます。おお、欲しい。これあの2パターン販売方法がございます、はい、1つはダイヤ150個でございます。おお、はい、おお。もう一つは今日僕9時から一発ギャグを4つやらないといけないんですけど、とある事情で、はい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 、そのうちの一つを代わりにやるっていう代わりに、ギャグの提供でもか。いや、ギャグの提供じゃないです。他の人には一切告知せずにそのじゃあ次のギャグいきますって言ったらいきなり颯爽と現れてギャグを一発して消えていくっていう、ただもう それだけやりたいだけなんですけど、むしろやりたいんですけど、うん、俺夜サウナ行きたい。くじはどちらかでの販売方法になってる。うーわ、いや、むしろやりたいまであるんだけど、まあ、深夜にもね、それ終わった後にサウナもいっぱいありますから。あー、ちなみに清式の一発ゲーム1個渡しましょうか。え、キヨキヨ式？はいはい、いきます。カニ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 歩き。いや、それでももう大丈夫です。あー、大丈夫ですか。大丈夫、それやりに来ていただくだけでも。いや、もうほんと30秒ですよ、ものの。うわー、いやー、ダイヤが足んなかったら、じゃあちょっとそれでいいですか。ちょっとダイヤ見ていきます。わかりました、わかりました。はい、お願いします、お願いします。ちょっと待ってください、はい、150ダイヤで。150。おい、この人はダイヤブロック50個返せ。ちょっと早よ早よ返せ。ちょっと待って、あっ
金の取り立てだ、今返せ。おいおいおい返せ。めっちゃあるじゃねえか。ちょっと32個取り立てだ。ちょっとだけ返してもらうぞ。よしよし、すまん、ごめんしょ、ちょっとまたちょっとバラするときちょっと事情話そう。あ、どうも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 、あ、お客様どうもどうもどうも。え、150個ですよね。150個です。イエーイ。ありがとうございます。即金で確かめさせていただきます。こちらをどうぞ。152。あー、もうぴったりでございます。あー、よかった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 。それではこちら、おお、どうぞ。はい、こちらの座標に、古代都市2つとスイートルームついておりますので。おお、どうぞ。はい、差し押さえのことなんか聞いてたりします。ジャジャさんが、はい、ジャジャンボを やりたいらしくて、はい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 、はい、そのジャジャンボの景品がやっぱみんなから集まらなくて、ノズル車が僕以外来ないということだったんで、あ、じゃあもう自由に抑えてくださいということだけはジアさんにはお伝えしてますけど。なるほど、はい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 、理解しました。いや、でも多分景品を納めれば差し押さえはちゃんと戻ってくるはずですので。ああ、いや、はい、はいはいはい、なんか見た感じなんですけど、うん、俺チェストやったらダイヤもなんか持ってかれてる説みたいなのがちょっと。あ、本当。はい、何を何個持ってったかまでがちょっと分かんないっていう。ああ、そう、僕はね、ほんとそこは知らない。ああ、オッケーです、オッケーです。この前なんかでも配信でやってたけどね、ジャヤさん。あ、それ見ないのか。差し押さえしますみたいな。うんうんうん、はい、じゃあすいません。あ、いえいえ、とんでもない。はい、ありがとうございます。毎度ありでございます。ふーん、ムン君の倉庫となると、おお、あら、いっぱいあるなぁ。このオラフ君のやっぱ2スタックを考えると、やっぱもうここも2スタック行くしかないでしょ、これ。あとは、まあ、つぼ、かけらも行くか。かけらも行っとく？これで。これ大変なんだけど。ねえ。もう行きましょうよ、これ。もう、じゃあもう、これ。これもう。これ。これで。ね。どうすか、これで。だいぶですけどね、だいぶ。これだいぶですけどね、これ。ここで行きましょう。大原メンさんより、たくさんの商品の方を、お預かりしております。大原弁さんの方からたくさんのあれをいただいておりますんで。